てくれたのね。いいわよ、入って。他の棟梁たちはもう揃ったのかしら。四国の鬼が来ていないって、何かあったの？一晩待ってみることにするわ。明日になっても来なければもう一度文を出します。あなたまさかその格好で他の棟梁たちの前に出たの？おかしいわよ、まるで男の子みたい。年頃の女の子なんだから、もっと綺麗な格好で出迎えればよかったのに。もうこっちへいらっしゃい。このかんざし、私があなたぐらいの年の頃に使っていたものなの。あなたにあげるわ。いいじゃない。私はもう使わないんだもの。だったらあなたが使ってくれる方がいいわ。ほら、じっとして、髪を溶かせないじゃないの。女の子であることと棟梁であることは矛盾しないわ。もしかしたら今日集まった棟梁の誰かのお嫁さんになるかもしれないのよ。あなたもそろそろそういうことを考えなきゃいけない年でしょ。じいさま方は何も言わないの？やっぱり言われてるのね。棟梁として未熟だから恋愛や結婚をしちゃいけないって誰が決めたの？むしろ未熟だからこそ相手の男性に成長させてもらったり、お互い磨き合ったりできるんじゃない。そうよ。可愛くなったわよ。これなら皆あなたに一目惚れ間違いなしね。そのかんざし、私だと思って大切にしてね。本当は
あなたがお嫁に行くまでそばについててあげたいんだけど。姫、お嬢はまだこちらにおりますかの？お嬢、すまんが、夕飯の支度を手伝ってきてくれるかね。どうも、手が足りんらしくての。なんじゃ、大事な話の最中だったかの？いいえ、話ならもう終わったから平気よ。手伝いに行ってあげて。詳しい話ならまた夜にしましょう。ね。